自民党の石破茂元幹事長は18日夜の BS 富士番組で、派閥裏金事件を受けた政治資金規制法改正をめぐり、将来に過根を残すような改革だけはやってはいけない、と言及した麻生太郎副総裁の対応に疑問を呈した。副総裁は、岸田文雄首相を支えるナンバー2だ。なぜ、こういう発言をしたのか、党内に説明した方がいいと述べた。 麻生氏は法改正に関する公明党の要求を丸呑みした首相に不満を持っているとされる石破氏は激怒し口も聞かないといった状況が国民のシンパシーを得られるとは思わないとも指摘した以下はネットユーザーの反応をまとめたものです t v 見てました石破さんも政治資金規正法の話になると話の論点をずらすんだよね 確かに他に重大な問題は山積みだけど国民からしたらこの問題はもはや最重要課題そもそも自民党が全く反省せず改革下の字すら行う気なし結局国民からしたらこんなに信用にも値しない方々が国を動かしていることが我慢ならないわけそんな方々がウクライナだ北朝鮮だ少子化対策だって一体何を信用できるのかって話 ささっとと反省して、まともな法改正にに取り組んでいれば、他の重要課題に臨めるわけ。自民党に都合の悪いことはやりませんが自民党の都合でどれだけ反対されても自民党に都合のよい法案は数で通しますってそもそもどういう国なんだよ日本は自民党の独裁政治かまああとは総選挙がどうなるかだけでしょうか。 自民党が勝てばこのままだし野党が勝てば法を変えるかどうかでしょうこれも国民次第でしょうか資金パーティーをやらないと麻生さんは若手は難しいと言っておられましたがそのために国民は政党助成金への納税をしているわけで党内の幹部が一人で何十億も使う資金があれば若手に回せばよろしいかと 自民内でも、旧体依然とした考え方もあれば、メリハリつけた規制を求める方もいる。反日、新中もいればそうでない公正な判定をする方もいる。次回選挙での投票基準にしても良いのでは、反日の方や、今回の規制法に賛成し抜け穴を認めた方には、投票しないと。麻生氏の主張は、国民の理解を得られない。 100歩譲って政治に金がかかるにしても脱税してよいわけがないしましてや脱税資金を政治活動に費やして国政を語る資格がないのは子供でもわかるしかも国民庶民は重税にあえいでいるし昨今の物価高騰になす術がない苦境にある保守主義者で長年自民党を支持してきたが安全保障問題はさておいてでも次期衆院選挙は 他の政党に投票するるつもりであるしっかり憲法改正をできる体制を整えるまでの回り道はやむを得ない献金は投票権を持ち政治に参加する権限のある国民国が行うべきだと思います政党が企業からお金をもらえばその企業のために予算を使うでしょう企業は大儲けするけど社員が儲かるわけではありません 国民が儲かるわけでもありません。国民のためのための予算とするには一切の団体企業献金を禁止することですパーティーをやるなら個人の会費なり募金とすべきです政党はその政党を支持する国民個々の任意の募金で運営すべきではないでしょうか石破氏は岸田首相を擁護しているように見える安倍官政権の時よりは石破氏は 岸田首相と政策的思想的に親和性がある河野氏高市氏とは違うまた党内パワーバランスも微妙に政権寄りになっているように思うすでに1000日を超えた首相に対して1年しか首相をしなかった葬う菅の影響力は世間が言うほど大きくないと見るもしそうなら石破氏は重要閣僚か党の要職を得て9月は 首相指示に回り衆議院任期満了までに首相の前条を得た方が得策ただ立憲は野田・枝野に交代する可能性があるので次期衆議院選は自民が誰を立てて戦うのかわからないが苦しい戦いにはなると予想するそういう点では9月までに解散する可能性はまだ残っているこの場に及んでの意味で 的的暴言言な発言をあえてししまますすこの強強烈烈ささには強烈さで批判しますゲゲの皆様政治家になった当初の発言と国民を見ている麻生氏就任中も全く国民の生活向上やシンパシーのない暴言三昧ことごとく良くなる変化を遮断したりブレーキをかける単細胞の麻生氏を切ることは正解や 日本国民のの最重要課題であるはず。教育界がダメになる国からの賃金予算を12から13にしたり財務大臣中教育予算をゼロ査定にしてきたのは麻生氏です子どもの成長などどうでもいい感覚の持ち主でもあります国の各家庭民間や公的機関の仕事社会全体でのやりがいを全て消滅させてきた その中で実施に至ったもの、今も続いている。昨日、岸田総理は、麻生氏と会食気遣う意味がわからない。プーチンが北朝鮮訪問、まるで、プーチンと金正恩の関係と、元総理安倍氏と麻生氏の姿を見ているよう。政治資金規正法改正をめぐり、将来に過婚を残すような改革だけはやってはいけない、と言及した麻生太郎氏の考え方は、 昭和時代そのものだ。昭和は自民党の汚職事件ばかりだった。そして未だに右往の州を形成していることも納得できない。金で権力を買う行為はこれからの時代に合わない。麻生氏はなぜ政治に金が必要なのか深く説明すべきだと思う一般では領収書を持って実費生産は当たり前。それを提案しない。 提案できない政治家など不要政治に金はかかるのは必要なら構わないだが首都が明示されないとかはありえない政治家は正しく見据えないと今後どうを立たれることを知ればいい石橋こそそのコメントを国民に対して言わずに直接麻生氏に行った方がいいのではないかと思います自民党自体がもともと与党になりたいだけの国会議員の寄せ集めで 実態はバラバラであることは分かっていますが、与党内の批判を与党の人間が語るのを見ても、そんなことは野党の人間でも言えることで、ああ石破さん素晴らしい、次の総理は石破さんがいいな、とは私は思いません。麻生氏が首相を支えるべきだというのであれば、石破氏も自民党に属する国会議員として発言するなら、 自民党をを支えよくしようととすするる意思を述べるべきではなかかったのかと思います自民党石破元幹事長が麻生副総裁の対応に疑問を呈した先日麻生副総裁は民主主義にはコストがかかるとしてパーティー開催で政治資金を集めるのは必要と言い,い岸田首相が公開基準額を5万円超に下げたことを勝手なことをしたと不満を持っている 自民党は抜け穴だらけの政治資金規正法改正を小手先だけのまやかし改正ではなく国民が納得いくように真面目に改革に取り組まないと不正はなくならない政治と金に固執する麻生副総裁二階氏森本首相を等の老害政治から脱却しない限り自民党の信頼回復はありえない私もテレビにいました麻生さんの考えは お金を集めるることがができなななけれれば、志のある若者が政治家になれない、みたいなことを言っているようだが、どの口が言うか、と思った。国会議員なんて多数が、地盤や資金を引き継いだ二世議員、麻生もそうだし、自身も息子にバトンを渡す予定だろうに。本当に、志のある、と思っているのなら二世議員規制をすべきだね。